ATV ライブチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。デモンストレーターの中井弘明です。今回でこの番組に出演させていただくのも3回目になるんですけれども、第1回では ATV のエレクトリックドラムの音色追加サウンドストア編についてご紹介をしまして、第2回目は ATV のエレクトリックドラムでできる卓録レコーディングについてのお話をさせていただきました。本日はですね、 ATV ライブチャンネルチャプター05プロが語る現場での A ドラムスの魅力ということでですね、それ多いんですけれどもとお話をさせていただきたいなと思います。で、本日の配信もですね、リアルタイムの配信となっておりますので、ご質問などあればチャットの方でですねお送りいただければ随時お答えをしていただけたらなと思ってます。ご覧いただいている方同士で話をすることができる場でもあると思いますので、ぜひご活用いただけたらなと思います。で、僕はですね、この ATV のエレクトリックドラム、この A ドラムスというエレクトリックドラムを所有しているんですけれども、かれこれ3-4年ぐらい、ちょうどこの A ドラムスが販売された直後からですね、所有をしているんですけれども、ずっと使ってるんですけれども、いまだにですねいろんな発見がある楽器だなっていう風にすごく感じてます。で、レコーディングはもちろんライブでも実際に使うことが多くてですね、今日は、実際にその現場でこの A ドラムスを使う理由といいますか、実際に使ってみた感想というか現場ならではの発見とかをですね伝えできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回、とてもですね心強い助っ人をお呼びしました。私立恵比寿中学さんや手越優也さんなど数多くのアーティストのサポートからアレンジから楽曲の制作までありとあらゆる現場をですね携わっているピアニストの金沢則夫くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、金沢則夫です。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかこう2人でねこうやってお仕事でこうやって話するのってお初ですよね。そうそう、うん、同い年だし、そう、本当になんかまあ友人であり音楽仲間でありみたいな感じなんですけど、ねうん、あんまり調子乗っちゃうとうちはノリみたいにならないように今日はしなきゃなって思ってね。
で、今回金沢くんをお呼びしたのもですね、個人的にまあ彼のピアノがすごく大好きっていう、いやいや、ありがとうございます、あるんですけれども、彼の作品の中でですね、僕が A ドラムスで参加させていただいているものがいくつかあってですね、またドラマーとは違った目線でですね、 A ドラムスのことをこう評価してくれたことがあったんですよね。これまでの放送ではですね、僕らドラマーが ATV のエレクトリックドラムの魅力についてお話をしてきたんですけれども、今日はドラム以外の楽器演奏者から見た ATV のエレクトリックドラム、または楽曲制作、楽曲を作る立場から見たですね、 ATV のエレクトリックドラムを感じたこととか、そういったものをお話し聞かせてもらえたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では皆さんもご存知かと思うんですけれども、もしかしたら、初めてですねこの放送をですねご覧になる方もいるかもしれませんので、簡単に今日は僕が使用する ATV のエレクトリックドラム A ドラムスについてご紹介をしていきたいと思います。まずはもうこの見た目ですよね。すごいですよね。高級感とこの迫力のある見た目、これはですねシェル、この太鼓の胴の部分なんですけれども、これは実際のドラムセットにも使用されているメイプルという木を使っていてですね、塗装というか仕上げというか、これもですねカバーリングではなくラッカー塗装になっているので、もうめちゃくちゃ高級感があるんですよ。でサイズもですね、その実際のドラムセットにある口径というかサイズ感になっているので、もう迫力もあって、もうまず見た目がめっちゃかっこいいですね。すごいの見た目だけじゃなくて、エレクトリックドラムって通常ピックアップって呼ばれるセンサーがこういくつかついているんですけれども、この A ドラムスにはピックアップが3点と従来のエレクトリックドラムよりも多くついていてですね、それによってより繊細なニュアンスを表現することができるんですね。でこのシンバルパッドについても実は360度のセンサーとなっていて、どこをどう叩いてもしっかりと反応してくれるっていうね。あとチョーク、こうシンバルを叩いてこうミュートする奏法、チョーク奏法もですね、これも360度どこでもできるようになってます。ハイハットの上のパッドもですね、実は360度のパッドになってるんですけれども、このハイハットにもまたすごい機能がついていて、光センサーというセンサーが装備されることによってですね、より細かな設定ができるようになってます。これによって従来のエレクトリックドラムに比べて踏み込み具合ですとか、あとはハイハットの、開き具合ですとか、そういった細かなニュアンスの開き具合とかでですね、ニュアンスの幅が一気に広がったような気がしてます。あとですね、 A ドラムスにすごい機能がついていて、実は卓録がめちゃくちゃ簡単にできるんですよ。これもドラマーの夢ですよね。自宅で簡単にレコーディングができるっていう。 ATV の製品にはですね、インディビジュアルMIDIというMIDIと呼ばれる音の信号を使ったレコーディングがパラでできるというですね、これまでのエレクトリックドラムにはなかった画期的なシステムが搭載されています。でこの機能は本当にめちゃくちゃすごくて、僕自身もこの機能に惹かれて A ドラムスを購入したわけなんですけれども、まあレコーディング方法とか必要な機材についてはですね、第2回の放送で配信をしていて、と YouTube の方で、アーカイブが残っていて、そちらでご覧いただくことができるようになってます。これもう本当にね、練習からレコーディングまで自宅でできてしまうっていうね、ドラマーの理想を形にした楽器っていう風に言っても過言ではないんじゃないかな。そんぐらいすごいエレクトリックドラムですね。すごいのがこの ATV のエレクトリックドラムの音源モジュールなんですけれども、エレクトリックドラム大体核となる音源モジュールがあるんですけれども、この ATV のエレクトリックドラムの音源モジュールは世界に実在する楽器の音をそのまま収録していてですね、これまでのエレクトリックドラムにはできなかった生のサウンド感を表現することができるんですね。で最近ではドラムメーカーのカノープスとコラボした音色なども発表されていてですね、より高音質でピュアなサウンドを感じることができます。 ATV のサウンドストアというウェブ上からですね、自分の好きな音だけをモジュールに追加していくことができる仕組みなので、自分専用の音源モジュールとして育てていくことができるんですね。例えて言うと、皆さんの携帯電話、スマートフォンをお持ちかと思うんですけれども、そのスマートフォン、同じ端末でも持ってる人によって中に入ってるアプリって違うと思うんですね。それと同じように音源モジュール、端末は同じでも自分の好きな音だけを入れていくことができるようになってます。なのでもうリアルなサウンドと圧
統的な高音質、好きな音色のみを入れることができるので余計なまあコストがかからないっていうところでもですね、とてもユーザー目線で作られている本当に素晴らしい楽器だなと思います。ではですね、一旦ここで ATV のエレクトリックドラムがですね、いかに生感のあるサウンドであるか、これをですね実際に聞きいただきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こういうちょっとアコースティックな楽曲っていうのはですね、まあ、なかなかあのエレクトリックドラムで表現するっていうのはあの難しいと思うんですけれども、違和感もなくですね楽曲に馴染むというかアコースティック感を感じていただけたかと思います。ここであの金沢くんもちょっとお話を聞いてみたいなと思うんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。実際この A ドラムスと多分エレクトリックドラムとアンサンブルすることってあんまり今までなかったと思うんですけど、そうですね、うん、たまにこう
スタジオとかで、うんうんうん、結構それこそちょっと小編成な感じの時に狭いスタジオで、うん、エレドラでじゃあちょっと打ち合わせしましょう、例えばホテル内のラウンジとかね、うんうんうん、そういうところの演奏で結構ねエレドラ使う時ってあったりするんですよね。そうなんだ。 そういう時ではうん、アンサンブルで一緒にやったことはちょいちょいあるんですけど、うん、なので何点かこう他のねメーカーさんのエレドラも僕は経験が、うん、なるほど、実はあって、うんうん、はい、まあ、その中でも僕は ATV さんが一番すごいやってて、うん、あすごいなっていう面がいっぱいあってですね、なんか結構やっぱりナチュラルよね、すごいこうアコースティックなこうか、うん、ね、今みたいなこう編成でやっててもなんかすごくこう様になるというかね、うんうん、やっぱエレドラっていうことで今までって制限されてた曲とか、ね、あるジャンルってあったと思うんですよね、うん、それがほぼほぼないと思いますね、うん、まあ、ATV だと僕の感じで言うと、うん、やっぱり音がいいとね、なんか自然それがこう演奏にも反映されるというかね、うんうん、なんかいい演奏にもつながるような気もしてて、そうですね、もともとこの ATV のエレクトリックドラムっていうのは知ってたの？実は知ってて、それこそもう ATV さんが出した当初に、うん、このチャンネルでも何回か思想してらっしゃると思うんですけど、遠藤勝彦さん、遠藤さんめちゃくちゃすごいプレイヤーいやいやいや、もうね、もう素晴らしいですよね、素晴らしい、中井くんも本当素晴らしいですね、いや、ATV で叩いてるドラマの方みんないいドラマさん多いなと思うんですけどそう、遠藤さんとは、うん、まあ遠藤さんって言って、まあ、かっちゃんかっちゃんって僕は、うん、親しみを込めてね、昔からバンドとかもやってたもんね、そう一緒にやってて、ね、うん、ちょうどバンドをやってたぐらいの頃かと、やめたぐらいの頃か忘れましたけど、うんうん、ATV のデモンストレーションやってるのを見てて、初期の頃のサウンドとかも、うん、当時知ってましたね、僕は。 ATV のこの音源モジュールが出た当初ぐらいからもう結構知ってて、そうですね、はい、なるほど。実際にこの A ドラムスとアンサンブルをするっていう機会は今まで生でアンサンブルするっていうのは初めてです、うん、今日。なるほど、はい、実際にこう今日一緒に演奏してみて、いやーやっぱすごいよね、うん、何がすごいって特にニュアンスとかダイナミクスって言うんですけど、うん、音楽用語で、うんうん、抑揚ね、うん、の感じがよりこう鮮明に伝わるというか、うんうん、もちろんその僕はレコーディングお願いしたこともあるし、うん、まあ、カッチャリもお願いしたことあるんですけど、ね、ATV で、うん、レコーディングしたデータからもその抑揚はすごい感じられる、うん、たんですけど、うん、生で音で聞くとよりダイナミクスっていうのがね、うん、感じますね、やっぱ。そうだね、確かに、うん、ね、結構自分もねやっぱりこう音楽やってる上でそのニュアンスっていうところは結構気をつけてるというか、うんうん、求めることが結構多かったりとかして、やっぱりさっきも言った3点センサーだとか、そのセンサー類がこうきちんとこうして生ドラムを叩いてる感じがあるなっていうのは、うんうん、まあ、僕もねいろんなエレクトリックドラム実は使ってて、うん、でもその中でもやっぱり自分が思ってるそのニュアンスを出したいっていうのに一番ついてきてくれる楽器っていうのはこの A ドラムスなのかなっていうような、うん、すごい気はしてる、うん、まあ、そこってプレイヤーとって結構命ぐらいのところだったりするんで、ね、うん、特にねなんかこういうアコースティックとかそのニュアンスが求められるその音楽って言ったら、うん、そういうのをするときとかっていうのはやっぱりねすごくこの、まあ、抜群な感じ、うん、パフォーマンスを発揮してくれるんだなっていう風に、うん、すごい感じたりはしてるよね、うんうん、このエレクトリックドラムのその、まあ、A ドラムスが結構革命的で、レコーディングとかをしたら、まあ、最後というかちょっとお話はするんですけれども、レコーディングをした時にねもうニュアンスがもう如実に出るんよ。生ドラムでレコーディングってタクレコしたいっていう人、うん、なかなか難しいじゃないですか、まあね、環境的この住宅環境がね、うん、やっぱり日本だとで、うん、エレドラ使って、まあ、音源差し替えてとかってやってる人、うんうん、実はいるんですよね、うんうん、叩いた時、うんの自分の感じとその音源がやっぱ互換性が違ったりするんで、それこそ自分はこうやってないのになっていうニュアンスになっちゃったりすると思うんですよ。そこがやっぱり自分を出せるっていう意味でもね、すごくこう ATV さんが卓力向いてるなっていう感じしますけどね。なるほど、そうだね、このレコーディングもまあそうなんですけど、実はライブとかでも結構、うんうん、まあ、実際僕使ってたりとかしてて、はい、まあ、そもそもその、まあ、ATV のこの A ドラムスを僕が所有したきっかけっていうのが、まあ、インディビジュアルミディっていうそのレコーディングができるっていうことと、あとはもう圧倒的なその生のサウンド感だったんですよね、うんうん、まあ、実際にライブとかレコーディングとかでも使ってて、ちょっとじゃあここからは僕が実際に
にその使ってきた実体験からあの発見したですね魅力とかをちょっとお話しできたらなと思うんですけれども、まあちょっとこれはもうあくまでも僕の感想というか意見なんですけれども、いっぱいあるんよありすぎるよね、本当にね、めちゃくちゃあって、やっぱりあの長いこと使ってきてるからっていうのもあるし、そう、その何からねお話ししたらいいかなっていうところでもあるんですけど、まずこの A ドラムスはあのめちゃくちゃ面白い楽器だなって感じたことが一つあって、 3,4 年ぐらい前、僕があの A ドラムスのデモンストレーションをすることになって、あの全国の楽器店でデモンストレーションをさせていただくっていうことがあったんですね。でその時あの僕自身が所有している A ドラムスの音源モジュール AD5 だけを持ち込んでですね、このパッド類は楽器店さんであのお借りしてデモンストレーションをするっていうことだったんですけれども、音源モジュール同じなのに鳴り方があの各地でですね鳴り方がこう変わるんですよね。これまああのどういうことかっていうと、出てくる音自体はあの音源モジュールに収録されている音なのであの変わらないんですけれども、自分自身のパッドのチューニングと音源モジュールのその設定によって鳴りのニュアンスが変わるんですよね。これがもうめちゃくちゃ面白くて、チューニングとかをこうしててです、もうまるであの生のあのドラムセットをこう触ってるような感覚になったのをね覚えてます。自分自身のそのパッドとその音源モジュールのその設定をですねしっかりやることによって、まあ出せるニュアンスの幅が一気に広がるような気がしてます。でですね、その、まあ、お持ちの方はあのこれをですねあのちょっと探求していってもらうのも面白いんじゃないかなと思うんですけれども、あとあの意外とですねあのライブでもめっちゃ使えるんですよ。まあ僕実際その箱からのスタジアムまでこの A ドラムスで使ったことがあるんですけれども、やっぱりあの音色自体がめちゃくちゃいいので、スピーカーからですね出る音がですねもうめちゃくちゃ衝撃的なんですよね。もうキックとかも突き抜けるような感覚があって、ちゃんと遠くまでこう音が飛んでくれるというか、きっちりあの迫力のある音がそのまま向こうまで飛んでくれるんですよね。実際あの、うん、僕やっぱライブのことちょっと考えた時に、うんうんうん、思ったんだけど、あの今ほらギターでも、うん、アンプではなく PA タクから、あ、ラインでね、そう、ラインで出す人多いじゃないですか、うん、あれとちょっと似てるとこもあって、あ、確かにね、で、うん、利点の一つは、うん、PA さんがめちゃめちゃ楽になるんですよ。あー、それはそう、仕事的にそうだ、ね、バランスがフェーダーで取れるわけ、うん、また後で言うと思う、うん、マイクにね生だと乗ってくるんだけど、そうなんだよね、マイクっていうと他の音もいっぱい乗っちゃう、うん、かぶりが結構ね乗ってきたりとかもするんでね、まあ、だから変な話ホールとかめちゃめちゃ楽になるんじゃないかな。そう、これ本当に面白いんですけど、サウンドチェックめっちゃ早く終わるんですドラムって一番サウンドチェックね、そう、めちゃくちゃ時間かかるから、だいたい一番最初とかにね、まあやるんですけど、うん、サウンド自体がもうめっちゃいいし、あとあのラインでもう全部向こうまで投げるんで、うん、サウンドチェックもう最短5秒ぐらいで終わりますまあ5秒はちょっと言い過ぎかもしれないけど、でもね、5分では終わるね、うん、そう、うん、でもあの本当にねおすすめです。でその、まあ、さっきもねあのお話しましたようにアコースティックなサウンドではあるんですけれども、しっかりとこうオケの中でもですねバンドサウンドの中でも全然埋もれることが全くないように僕は感じてて、そこがやっぱりあのすごくあのむしろまあおすすめなんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、あとあのその意外にそのメリットがですね結構多いんですよ。まあさっきのそのサウンドサウンドチェックが早いっていうのもそうなんですけれども、生のドラムセットだとやっぱりマイクをこう立ててモニタリングって言って、この耳でそのまあ僕とかのこのモニタリング専用のイヤホンでですねモニタリングをするんですけれども、モニタリングをする会場によってはですねもうかぶりがすごい時があるんですよね。でまあそのかぶりっていうのはあの屋内の会場とかであの大きくなれば大きくなるほどですね空間のその鳴りとか響きがねすごい時があるんですよ。なんでこう耳中がもう何が鳴ってんのかが分かんない、反響とかが自分の楽器のマイクとかに入ってうわん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 ってなってるような感じがねすごくあったりとかするんですよね。ただあの A ドラムスにしたことによってですねやっぱりマイク立てる必要がなくて、さらにあのラインで返ってくるんで被りがもう全くない状態でこの楽器の一つ一つのパーツが全部ちゃんとこう返ってくるんですよね。そこはですねめちゃくちゃモニタリングしやすくておすすめです。あとはあれかな、音色を瞬時に変えることが、うん、
やっぱり一瞬でこのボタンでできるんで、例えばその1曲を終えたらドラムセットを転換することができるんですよ。これ本当面白くて、本当はこう楽曲によってはこのドラムセットがいいなっていうことが結構あったりとか、まあ、僕するんですけど、生のドラムセットでそれを表現しようとすると6台とかね、もうそれぐらい、で、まあ、あと変換する時間もないし、そう、ね、セッティングする時間もないし、うん、それだけでもう曲終わっちゃうから、ね、そうそうなんですよね。でもこのモジュールだとやっぱり一瞬でこうドラムセット自体の転換とか音色自体の転換がこう一瞬でできるんで、その場その場でふさわしい音色を奏でることができるので、すごくおすすめです。はい、やっぱ鍵盤とちょっと似てるとこがあって、あ、やっぱりそうだね、シンセサイザー、ね、ピアノとかもアコースティックのピアノもあるんですけど、うん、やっぱり基本的に現場で使われるのってやっぱシンセ使われるんですけど、 ね、その瞬時に音を作った音をね、うん、変えていくことができるっていうのは、うん、それをドラムでできるっていうのはなかなか、そうだよね、うん、その、まあ、一番やっぱアナログな楽器だったから、ね、ギターもベースもね、うんうん、エフェクターとかをこう踏んだりとかすると瞬時に音が変えれて、うん、でもそうドラムはこうなかなかな、ね、生のドラムだったからこうできないっていうところがやっぱりあったんですけど、エレクトリックドラム、まあ、こんだけ、ね、生のサウンド感がこう保てるエレクトリックドラムで、こうさらにこう曲の転換とかもちゃんとその場その場でふさわしい音でこうできるっていうのは本当に利点なんじゃないかなっていうふうに思います。というわけでですね、まあ、ここまで実体験の A ドラムスの魅力についてお話をしてきたんですけれども、ここでですね、バンドサウンドの中でもまあしっかり鳴ってくれる A ドラムスのサウンドをですね、一度お聞きいただきたいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。バンドサウンドの中でもしっかり鳴ってくれていることとかですね、あとはもう各パーツが全然埋もれずに、しっかりとこう鳴ってくれていることが感じていただけたかと思います。やってるこちら側もあのすごいあのドラムのビートが分かりやすくてやりやすいんですよ。はっきり聞こえるからね、いろいろね。あ、そう？そう、僕はいい感じだったと思いますけど。似合ってしたの俺見てたもんな。だからやっぱりあの化学反応が起きる、あ、そうだね、あのエレドラって感じがします。やっぱり、あ、確かに、うん、いい意味でね。さて、じゃあここからはですね、あのレコーディングでの体験談をお話ししていきたいと思ってます、はい、ATV のエレクトリックドラムにはインディビジュアルミディという機能がついていて、まあ、それによって楽器を叩いた時に出る信号を DAW 上に記録するっていうレコーディングができる機能があるんですけれども、で、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけれども、ミディレコーディングについてはですね、第2回の放送である程度ちょっとお話はしているんですけれども、今日はもっと深掘りしてですね、ノリピーとちょっとお話をしていきたいなと思います、うん、実際ね、ノリピーの作品でもあの何個か、まあ、何回かあの ATV のこの A ドラムスを使ってレコーディングをさせていただいているんですけれども、この生のドラムセットとちょっとまあ比べた時のその印象とかっていうのが感じたことがあれば、うん、生のドラムセットレコーディングもそうですし、あの、うん、ライブでさっきおっしゃってたのとちょっと近いところあるんですけど、うんうん、あのまあ、もちろん生のね良さっていうのは買い難いものはあるんですが、それは、ね、うん、それは絶対的にある。どう、うん、昨今やっぱタクレコって流行ってるじゃないですか、うんうん、僕もやっぱり基本的にタクレコデータでレコーディングしたものをもらうっていうのをやれるドラマーの人に結構発注したりするんですよね、うんうん、仕事をね。僕でミックスっていう作業もちょっと僕やったりするんですけど、うん、生ドラムのあの良さと難しさっていうのもあって、まあそうだね、そのプロのミックス屋に言わせたら、うん、いやいやそんなのっていう、うん、って思うんですけど、今ねほらカンパケっていうアレンジャーが全部ミックスまでやっちゃうっていう、うん、作品もあるわけですよ、うん、でそういう時に、うん、生のドラムのミックスって結構難しいっていうか、処理とかがね、処理とかがそれぞれのシンバルの音ですってパラでもらうんだけど、うん、絶対スネアの音が入るわけ。ああそうだね、そうそう、まあそういうのも含めてやっていかなきゃいけないんだけど、うん、やっぱりこれミディで分けて書き出す、かつそれぞれの音がパラでね、そうパラで出てくれるからね、本当にそのままのパラでもらえるし、なんならもっと言うとその全部のオールでもいけるじゃないですか、うん、だからねそこがねやっぱり一人でカンパケする急ぎのミックスなんかの時にはまあ役に立つというか、確かにねそれはあって、例えばタムだけをこうまとめて、あとシンバル類をまとめて、うん、キックスネアハットはパラでなんか納品するとかっていうこととかも結構あったりとかして、うんうん、ね、急ぎの案件だと割となんか処理とかもやっぱりこう大変になってくるからっていうの、2日後くれないかみたいな、そう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 、意外とある意外とね、そう、なんかそういうのの時にはやっぱりこう喜ばれる部分は全然あるかもしれない、うん、まあもちろんなんか早いに越したことはないとかっていうわけではなくて、まあそうだね、ただその速さももちろんあるし、うん、そのハイクオリティで、そうだね、ハイクオリティな音でそれがもらえるっていうのが、うん、時間をかけてねこう丁寧に作っていくっていうこともやっぱり大事なんだけれども、うん、まああの効率をこう求められちゃう時とかも実際やっぱりあって、うんうん、どちらもまあ対応ができるかなっていうところはすごく感じた、うん、A ドラムスをあの使ってからね、実際そのまあミックスとかもそのノリピーにまあしてもらったりとかしてもらった作品とかがあるんだけど、うんうん、音のさその混ざりとかっていうのはどういう印象かな。音の混ざりは非常にいいです、うん、そっか、うん、いろんな僕もソフト音源とか持ってるんですけど、ドラムの、そうだね、うん、あの混ざりがいい、あそっか、中では混ざりいいですね、うん、まあ、さっきのお話でその音がこう埋もれないっていうのとこう混ざりがいいっていうちょっとこう相反する部分はちょっとあるかもしれないんだけれども、うんうんうん、なんで多分混ざりがいいのかなって僕個人的に思うところは、うん、例えば打ち込みのドラムにしろ何にしろ他のエルドラでトタにしろ、うん、叩いた人のニュアンスが一番反映されれば、うん、そこだよね、混ざるんですよ、うん、アンサンブルでもそうだけど、うん、音がどうこう以上にそのニュアンスを伝えられる楽器であれば混ざりやすいので、なるほど、それが一番すごい反映してくれるエレドラって感じは個人的にはなるほど、音の加工とかっていうのは実際にこうミックスする段階でこうちょっとなんかエフェクトをコンプかけたりとか、あとなんかサチュレーションこうかけたりとかっていうのはなんかこうしたりとか、あのいわゆる音が変わるようなコンプとか、うん、よくドラムにねクソがする人は知ってる人いると思うんですけど、うん、ドラム専用のコンプみたいなのあるんですよ、あーなんか、うん、
だああいうのかけるのが割と常だったりするんですけど、うん、それがいらなかったですね。あ、じゃあもうほとんど加工はあんまりしてないっていう。そう、なんかやっぱバランスを取る加工だけ。あー、そう、音量バランスを取る加工だけとか、うん、音はもうほんとそのまま。あー、うん、なんかあの僕の知り合いとかでも仕方のないことでマイクで撮るわけじゃないんでエアー感っていうのは出ないんですけれども、そのエアー感を出すためにリアンプって言って、そのそうですね、そう、うん、アンプでこう鳴らした音をもう一回マイクで拾って、うん、でそれでこうやってみたりとかっていうのをしたことがある人とかも結構いて、話を聞いてみると結局いろんな加工をみんなするんですよ。こういろんなね、そう加工をするんですけど、でも最終的にやっぱり落ち着くのは元の音だっていうのが結構ね、多くて、意外となんかもう結構みんなバリバリでこうなんかやってんのかなみたいな感じだったんですけど、でもそれが全然あんまりなくて、もうそのままの音の方がやっぱりまあ一番いいのかなっていうところではあるかもしれない。曲によってそうね、生のドラムでさえ加工する時代だったりするんで、まあそれはすることが悪いわけじゃないんですけど、もちろんそれは本当にそう。ただね、加工することによってまた微調整って生まれてくるんです。ここのニュアンスはこうしたいけど加工したから前出ちゃったから、あ、そこだけ音量ちょっと調節したいとか、うん、そういう部分も減るわけなんで、うん、ああなるほどね。やっぱりストレスもなくなる、うん、グルーヴとかもねやっぱりこう、まあ、顕著に出るような気はしてて、ノリピは結構こうニュアンスっていうのをこう求める。あ、そうですね、ね、僕は、うん、はい、うるさいかもしれないですそう、レコーディングをした時にね、やっぱりこうミディの打ち込みとの差っていうのはもうすごいよね。ミディの打ち込みが悪いわけではなくて、そうそうそう、やっぱそれが合う楽曲っていうのも絶対的にあるんで、そこを否定するわけではないんですけれども、そうそうそう、でもやっぱり人が叩く、まあ人が演奏するべき音楽っていうのも必ずやっぱりあると思ってて、うん、ミディの打ち込みとかだと大体まあベロシティがね、ある程度こう統一されてたりとかするんですけど、うん、統一させたくなかったりしたら、うん、作業が大変なんですよ。そう、めちゃくちゃ大変になってくるもんね。弾けるか、そう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 。だからこの A ドラムスでこうレコーディングをし始めて、ミディのその信号のベロシティ、強弱の信号をこう見たりとかすると、うんうん、やっぱりこう同じ8ビートのハイハットの刻みでも、うん、全部やっぱり信号のそのベロシティの差があるんですよね。だからなんかそういうのとか、音が落ちる位置とか、うん、なんかそういうのがこうグルーヴっていうものを生み出してるんだなっていう。あと僕一つグルーヴで思い出したんですけど、うん、グルーヴっていうものだったり、まあリズムだったり、うん、僕なんかね一個ちょっと面白い使い方あるなと思ったのが、これ鍵盤の人はね結構プロの人やってたりする人多いですけど、鍵盤もミディでつなげて、うん、ミディデータで信号出てくるじゃないですか。そうだね、練習ねそう練習でクリックに合わせて練習 したりする人いると思うんですけど、うん、じゃあ実際自分がどれぐらいのクリック合わせられてるのか、自分が例えば、うん、クリックに対してちょっと後ろにいるのか前にいるのかっていう感覚の正確性がそれで練習で分かるんですよ。それは本当にそうで、これは例えばプロ目指してる人、まあプロレベルの演奏を求めたいっていう人はやった方がいいことで、うん、それはそうだね。そう、本当に俺ももうめっちゃやったもん。そう、いやまあみんなやるんですよ、うん、まあ、俺も ね、うん、やるし、いまだに気にしてやったりする。そうだね、うん、自分がどういう演奏をしてるのかっていうのをちゃんとこう目で見て確認ができるっていうところはやっぱすごくいいのかな、うん、だからこう練習からレコーディングまでこうできる、なかなかこうドラムでなかったもんね。そうですね、うん、だからそう、そう難しいじゃないですか、うん、音だけで聞いて、そうだ、ね、実際自分が本当合ってるのか合ってないの、うん、実際やってへこむっていう、うん、いや最初みんなそうですか、いや最初みんな、いや今僕もそうですけどね。そうそう、もうやって、あ、俺こういう、もうやめようかなみたいな、こういうところでこう突っ込んじゃうなとか、ちょっともたれちゃうなとかっていうの分かる。そうだね、確かにそれはあるかも。グルーヴっていうものだったりリズムの捉え方に、うん、そうだね、モヤモヤしてる人はぜひこれでね練習してみてほしい。ちゃんと答えが出ると。そうだね、うん、それは確かに本当にそう。というわけで、ちょっといっぱい喋っちゃったすいませんねいやいやいや、やっぱりドラマじゃなくてね、ドラマだけではなかなかこう気づけないところとかもあって、他のプレイヤーさんとか、まあ、クリエイターさんからの意見っていうのがやっぱりすごく貴重で、今日は僕も勉強になりました。ありがとうございます。ちょっとお話が戻るんですけど、まあ、僕が A ドラムスを使ってみて思うことなんですけれども、やっぱり手軽にハイクオリティなレコーディングができるっていう、もうこれに本当尽きると思います。その ATV のエレクトリックドラムができてからですね、より簡単にレコーディングが高いクオリティでですね、できるようになったと思うんですよね。で、まあ、実際に今から演奏する曲は僕が叩いて、それをノリピーが、金沢くんがミックスをして作品になったもので、それを一度ちょっと演奏してみたいと思います。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。これはもう曲がめちゃくちゃいいね。はい、ありがとうございます、はい、実際にこれね、あの ATV でレコーディングしていただいて、収録してね、はい、そうドラムの音色がいいこともあってめちゃくちゃテンションが上がります、はい、あの質問でいただいているんですけど、ミディ録音後のクオンタイズ調整などしますでしょうか。これね、そう、僕、ちょっとお話ししようかなと思ってたんですけど、するときとしない場合があって、うんうん、ガチガチでその決められてるようなその、アニソンとか、はいはいはい、なんかああいうものに関しては結構かけたりとかしてます僕は。ただ今演奏した曲もそうなんですけれども、ああいうものに関してはそのクオンタイズをかけるとちょっとあまりこう自然にならない部分とかもやっぱり出てきたりとかするので、うんうん、今やった曲、実際にYouTube の方に上がってるんですけれども、それはもうクオンタイズは一切かけてないです。クオンタイズって、うん、WAV データでもらった後でもクオンタイズじゃないですけど、リズム調整する人もいるんですよ。 それをやる曲やらない曲、ジャンルによって違うというか、ね、うん、アレンジャーの身としては、例えばそのオケ、その作品の中のデータが、うんうん、他のドラム以外の音とかがもうバチバチにクオンタイズかかってるようなやつとかの時はやっぱこう合わせていかなきゃいけない、うん、で それもね、生ドラムだともう本当にリズムにバッチシかっちり合ってる、うん、人の演奏を頼むか、うん、それでも人間なんでやっぱりずれるとこを修正したりっていうのは実際あるんです、ね、うん、それがやっぱりATV だとミディデータでできるじゃないですか、うん、そうだね、うん、でミディでドラムの側でクオンタイズ調整したりもできますし、うん、発注したアレンジャー側とかエンジニアさん側でもできるんで、うん、そこも利点ですよね。そうだね、うん、全部を全くこうクオンタイズしないっていう、こともほとんど、あるんですけど、うん、ミディってやっぱり修正が結構効くから、なんかそこもすごく利点なのかなっていう。そう、リズムのクオンタイズだけじゃなくて、あんまりやらないですけど、音色とか ね、音色とか、あと強弱ダイナミクスとかもちょっと全体的に強めがいいなとかっていうこともできますし、うん、僕の曲でね、さっきやった曲なんかは全く何もいじってないですけど、チャット欄の方にリンクが出てるんですけれども、はい、それをですね、ちょっと一度聞いてみていただけたらなと。そうですね、僕のベストテイクがそうです。これも本当に生、実際演奏してるベースとギター鍵盤も実際生でやって、あんまりクオンタイズかかってない感じのオケなんで。そう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 、レコーディングする前にそのデモ演奏のそのデモをもらうんですけれども、結構その段階で割とカッチリしてないって言ったらちょっとあれなんですけど、結構こう人間味のあるデモというか、いい意味で。いや、実際僕もちょっと後ろ気味だったりとか、盛り上がるところでちょい突っ込んだりっていうのある、あえてあった状態で。そうだね、そこはこう意図して、だから僕納品するときにクオンタイズはかけないやりました。なんでそのミディ録音後にクオンタイズするかしないかっていうのは楽曲次第っていうところかもしれないですね。そうですね、これはちょっとその、エレクトリックドラムとはちょっと関係ないお話なのかもしれないですけど、やっぱ音楽によってクリックが絶対じゃない音楽っていうのもやっぱある。もちろんもちろん、なんかクリックっていうのはあくまでもガイドで、クリックに合うことが正しいわけではないんだなっていうのは、最近ね、僕は学びました。実際ね、いろんな音源聞くと、有名な演奏者の音源と、やっぱりクリックにバッチリじゃないのは多く、でもなんかそれを超える良さというか、それがグルーヴになってるっていうのはあるんで、こう音楽的っていうところに繋がってくるのかもしれない。そう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 、それもやっぱりニュアンスとか大事になってくるんですよ。ATV に戻すと、生でやりたい良さとミディとかでこうシステマティックにやりたい良さを、その融合ができてるなっていう感じもしますし、これからも多分もっともっと良くなるんだろうなって思いますし、楽しみ、僕も楽しみですね、はい、曲と編曲の方によりけれだと思うんですが、WAV と MIDI どちらの依頼の方が多いですか。これは中井くんのあれ。僕の場合はぶっちゃけ言うと両方納品することの方が圧倒的に多いですね。僕が一応叩いた MIDI のデータと WAV のデータ両方お渡しするっていうことの方が多いですね。っていうのはなんでかっていうと、例えばこう WAV データでお渡しした場合に、もう WAV データってこう編集って結構難しいんで、それになっちゃうんですけれども、MIDI があることによって向こうの方でもうちょっとこここうしたいなっていうので、こう調整をしていただくこととかができたりするんですよね。だからミディも合わせてほしいですっていうふうに言われることが結構多いですね、うんうん、ちなみに僕はミディはいらないと言いましたよね。WAV でもそのまま、だけで、ね、すぐミックスさせてくれって。そう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 もちろんこの勝彦さんがおっしゃってるように曲と編曲の方によりけりなんですけど、確かに
僕はあの編曲者の人とのドラマーとの関係性もあるんですよ。だから確かに、ね、中居君はもうこういう感じでドラム叩くだろうなっていうのもある程度分かってるから曲をお願いしてるので、うん、で信頼してるっていう意味で MIDI でも編集っていうのはまあ必要ないかなっていうので、うん、もう WAV データでっていう。ということはなんか他の方は僕を信頼してないみたいな。いやいやいやじゃないじゃない。それ冗談。普通はでもあのどっちもくれっていう。どうしようあの人見てたら。いやどうしよう。すいませんすいません、いや冗談です。でもあの普通はどっちももらえますよね。逆にMIDIだけくださいっていう案件の方があんまりないような気は。意外とないかもしれない。MIDIだけください意外と多い気もしたんですけど。確かMIDIで撮った場合ハイハットのオープンで叩いたのにクオンタイズでちょっと移動させるとクローズになってしまうことがある。あれは何か理由があるんでしょうか。あれはねあの理由があります。これはそうだな今 DTM ないからちょっと説明がしづらいんですけれども、このハイハットって結構難しくて、まあ叩いたその信号とあとはそのモジュレーションの信号があるんですけれども、クオンタイズをかけた時にモジュレーションの方はそのままで叩いた時の信号だけがこっちに行くみたいな感じのことがあるんですよね。だからねこれちょっとピアノでも言えて、ピアノペダルってあるじゃないですか。ペダル、ね、うん、ペダル、このタイミングで踏んでたのに自分がちょっと後ろ目で弾いちゃってて、うん、でペダルも後ろ目 で弾いちゃってて、なるほど、ね、じゃあクオンタイズしてちょっと前目になった時に、うん、前目の方ではペダル踏んでないから踏んでないからね反応しないとか、うん、あの逆もしかりで、うん、あの前の方で踏んでて、うん、後で話しちゃってるからペダルが反応しなくてプツッみたいな感じになったりって、うん、それと似てて MIDI の信号のクオンタイズをすると同時に、うん、モジュレーションって、うん、ハイハット鍵盤で言うとペダルみたいな、ね、うん、そのタイミングも調整しないといけないっていうところ。叩いた信号とあとはそのモジュレーションの信号の位置をちゃんとこう統一させてあげると、解消できると思います。なんか確かね、ダウニー予定なのか分かんないですけどできるんですよ。あの、うん、ノートとそのモジュレーションの位置を一定にして編集するみたいな、確かできるんですよ、ね、なるほど。そうモジュレーションを優先のなんかMIDI信号みたいにして、うんうん、まあ出てくるな。ロジックとか確かできた。ロジックはねできる。そう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 、うん、それロジックはできる、うん、そう実はそういうのもあって、そうあ、そう、スマートクオンタイズ。そう、スマートクオンタイズ。そうそうそう。そうっていうのがある。でも多分ね、あの他のダウでもあるんですよね。多分探せば。キューベースとか、まあ、プロツールスとかでもね、多分、ね、うん、あると思う。僕、キューベース使いですけど、まあ、知らないんだけど。キューベースバリバリ使って、もしロジックであれば、スマートクオンタイズ。スマートクオンタイズ。使ってみてください。もうちょっと見て、あと俺忘れてたけど、あともう一曲あったね。あるんですよ。はい。そう。では、まあ、この ATV のライブチャンネル、チャプター05、プロが語る現場での A ドラムスの魅力、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、1曲また ATV のこのサウンドがすごく合う楽曲をですね聴きいただけたらと思いますので、本日はデモンストレーターの中井博明と金沢範夫でした。ありがとうございました。ありがとうございました。